アビル草文字は各地の神社において神事や守る符、法能文などに用いられている文字である。神代文字の一つともされている。各地の神社において神事や守る符に用いられ、飽きる神社には神父の葉、伊勢神宮に奉納された神代文字による法能文の中では最も多く用いられている。また、いくつかの書体がある。日本語の五十音に、 基本的に対応しているが、歴史的仮名遣いであるために、落音や半落音を表す文字はなく、に相当する文字も存在しない。古代文字敏乱部分、アビル草文字は、甲骨文字や金文によく似ているため、これらを元にした文字であるという説がある。古代文字敏乱三章アビル家の文書に、アビル文字やツシマ文字と共に書かれていることから、アビル文字の総書体とする説が国学者の平田厚ね。 などによって唱えられたが、今日の研究では、起源の異なる文字であると考えられている。日本語学者の北里竹縄は、アビル草文字とフィリピン文字には、類似した形と発音の文字があり、同系統ではないかと主張している。いわゆる神代文字の中でも、新道界に強い影響を与えた文字の一つである。平田厚種は、神山日文伝上で、尺に本気に、 あるのかは東亜座明剣の、と述べられていた。非人の字について、浴びる草文字に、の川に見える文字が存在することを根拠として、神字の総称を越え国人の書るなること気なくと述べ、浴びる草文字こそが、非人の字であるとした。人大文字研究家の阿吾清彦は、尺に本気に、これ書き今と書量、にあり、それの字体春盆字に似たりという記述があることから、この文字が、 アビルクサ文字ではないかとしている。清原信方は、日本書記賞において、その字型、生命の博士に似たりと、人代文字の形を具体的に述べている。不死墨不文字という呼び名はここから来ている。大人が1776年に表した、新国新アザ弁論では、鶴岡八幡宮などに伝わる文字としている。また平田厚種が1819年に表した、神アザ日文伝では、 鶴岡八幡宮の他に、鹿島神宮、大宮神社、法隆寺、出雲大社など、各地の寺社に伝えられるとしている。美写真アザロクや、噛むことのよそありに再録される、大払い言葉では、阿波文字との混ぜ書きが用いられている。竹内文書や、茎文書にも、浴びる草文字が登場する。ありがとうございます。